エゴの強い人間は、他者にも自分のようになれという。もっと働け、もっと求めよ。そうしなければ、お前は幸せになんかなれないよ、と。だが、そのように言っているその本人が、どこかにあるだろう幸せを求め続けている。自分が求め続けているがために、他者にもそうしろ、というのである。それは支配欲だ。すべてを自分に従わせたい。すべてを自分と同じようにしたい。すべてを自分の分身に変えたいのだ。そうすることで何もかもコントロールできると考えている。また、そうすることがコントロールする方法だと考えている。そうすることで世界を征服できると考えているのだよ。無論、このようなことは表面的には全く自覚がなく、無意識においてなされているのだが。はあ、なるほど。シオ、マトリックスという映画を見たことがありますか？あるお方はしばし沈黙してから言った。わかる。だがその前に、なぜこの老人が映画を見てはいけないのだね。え？探求者には意味がわからなかった。あるお方は言った。この老人が映画を見たと答えたなら、私はこのように言うだろう。死も映画を見るのですか？探求者は自分の内側を覗き見るように考えた。それから言った。そうかもしれません。それが何か？この老人は映画を見てはいけないのかな？もちろん、そんなことはないですが。私のその言葉に、私の観念が表現されている。というと、悟れば山にこもるとか、世間と全く関係がなくなるとか、そのような無意味な観念は一切放棄した方がいいだろう。それは私のイメージだ。それは固定概念だ。そしてその固定概念は何もかも真実を覆い隠してしまうことになる。物事をありのままに見ることができない。だから、そのような無意味な観念は、ゴミ箱に捨ててしまうがいい。私は知らないだろうが、この世間には、普通に生活していながら、最も進化している者たちがたくさんいる。たくさんといっても、世界の人口に比べれば、それは少ないだろうが。そうなのですね。私はてっきり人間らしい生活をしなくなるのかと。確かに少しばかり生活は変わるだろう。いや、大きく変わるかもしれない。無意味なことに時間を費やさなくなり、世界への奉仕に時間を費やすことになる。だが、だからといって人間らしい楽しみがなくなるわけでもない。むしろ悟った後にのみ人間らしく生きることができるだろう。無論その時には自分は人間だとは見ていないのだが。それでも起きることは何であれ起きる。映画を見てもいい。どこかへピクニックに行くのもいいだろう。買い物をするのもいいし、旅行するのもいい。それが起きるなら、起きるがままにすればいいのだ。もしも映画を見ることが起きたなら、それは無意味なことではなく、必要なことだったのだ。誰がどのようなことをするのかは、その行為にどのような意味があるのかは、誰も知ることができない。その本人でさえ。かの偉大なる聖者であるニサルガダッタ・マハラジは悟った後でさえタバコを吸い続けていたという。誰かは悟った者はタバコなど吸わないなどと考えるかもしれないが、そのような固定概念には全く意味がない。彼が吸っていたわけではない。彼の体においてそれが自動的に起きていたのである。それは彼の手にはない。なぜなら彼は思考でも体でもないからだ。彼が吸っていたわけではないのだ。体に起きることは起きる。体験すべきことは体験されなければならない。だから余計な固定概念は一切ゴミ箱に捨ててしまうがいい。悟った後、一体どうなるのかは悟った後に知ればいい。今は巻き終わり、水を汲むという言葉を覚えておくがいい。わかりました。私は今話を聞いていて、マトリックスという映画を思い出したのです。そうだ。あれはとても探求に役立つだろう。私の成長が進むにつれて、あの映画に対する理解度も増すだろう。そうですね。私はあの映画が好きで、あれが真理を表現しているように考えているのです。しかし、最後に主人公が言うセリフの意味がよく理解できません。理解とは、とても面白いものだ。なぜなら、ある時、あることを理解したと思っても、また次の機会に、以前とは異なる理解がやってくるからだ。どんどんそれは塗り替えられていくように思われる。だから、また機会があったら映画を見てみるがいい。そうすれば、私の成長とともに、また新たな理解がやってくるかもしれない。あのセリフがなぜ勝利をもたらすのか、いずれあなたは知るだろう。わかりました。あるお方は微笑んだ。いいかね。まず目覚めなさい。そうすればすべてが理解できるから。そうですね。それが大切です。私はそのためにここにやってきました。真理は必ず私を自由にする。完全に解放する。信頼するがいい。真理は必要なものなど一切ないと教えてくれる。すべてはすでに完全だと教えてくれる。そしてその教えてくれる真理とはあなた自身のことなのである。